こんにちは、サードラです。今回はこちらですね、新たに実装されてます、キリンの極級、こちらのミッションコンプが、今来てるこの新限定系ですね、火のバルボーレだったりとか、おまけのオートモンで実装されてます、火災ブラキだったりとか、豪華レース、この3体を使わずにミッションコンプができましたので、今回はパーティーの紹介と立ち回りの解説をやっていこうかなと思います。はい。で、まずパーティーがこちらですね。まあ、結構意外だと思うんですけど、まず今回の MVP がシノになります。で、パーティーに関しては水フレデリカにディノバルド、シノにナルガクルガレツライ、バネッサにディノバルドっていう風になってまして、まあ、割と無課金の方でも組みやすいパーティーなんじゃないかなとは、思います。で、フレデリカの枠に関してなんですけど、フレデリカの枠に関しては、まず代用のお話をしていくんですけど、理想はまず火のバルボーレにしていただいた方がいいです。で、ただ持ってない方は水のフレデリカ、もしくは免許改善空母ですね。でもやることはできるのかなと思います。で、バネッサの枠に関しては持ってる方ほとんどなんでバネッサ使っていただいていいんですけど、推奨戦力ですね、が6万5000になるんですよ。で、この僕のパーティー見ていただきたいんですけど、6万5018でかなりギリギリとなります。なので、組んでみて、まあ僕ほど加護が育ってないとか、あと装飾品が持ってないという方は6万5000超えれないこともあると思うんですよね。そういった方はバネッサの枠ですね、ここを水フレデリカはそのままにしていただいて、バネッサのところをヒバルに変えていただくか、もしくはこれももし持ってる方はってお話になってくるんですけど、持ってる方はレオネスですね。こちらが一応 SP45 で毒技を覚えるんですよ。アサルトポイズンですね。なんで運要素が1個増えちゃうんですけど、まあ毒で最後削るっていうのも全然ありかなと思うので、まあレオネスにアサルトポイズンつけて、こちらですね、このバゼンスタと変えていただくと、まあ、大きく推奨戦力は上回りやすいので、まあ、そのあたり、このパーティーまんま真似して6万5000届かない方は、バネッサのところをレオネスにしていただいたりとか、まあ、ヒバルボーレにしていただくとか、持ってるガチャ券をちょっと付け足してあげると行きやすいのかなとは思います。まあ、それも持ってないよっていう方ですね。レオネスだったりとか、火のバルボーレ持ってないよって、まあ、もともと僕もこれ無課金向けに出してるので、まあ、そういった方に関しましては、推奨戦力超える方法としたと、リオレーサー氏ですね。理想としては、ディノバルでつけていただいて6万5000超えるのが理想ではあるんですけど、もしそれが難しい方は、まあ、両レーサー種もしくは持ってれば豪華レース、このあたりにオトモンをチェンジしていただくだけでもかなり余裕で6万6000ぐらい跳ねると思うので、まあ、そのあたりに変えていただけるとまあいいかなと思います。なんで、まあ、無課金向けで一番代用できるのは両レーサー種ですね。ディノバルドを両レーサー種に変えていただくだけで大きく伸びるので、まあ、そのあたりを上げてもらえるといいかなっていう感じですね。ただ、リオレーサー種にしていただく際の注意事項なんですけど、リオレーサー種でやると、バフが、これ35なのが40になっちゃうんですよ。ってなってくると、最後ですね、2発、この立ち回りに関しては、極み、極まき菱を使って、4発フルアタックを叩き込むんですよね。で、その時に、一発70技をリオレーサー種の場合打っていくと思うんですけど、お見せしますね。リオレースの最強技が、グレンの豪華級で70技なんですよ。で、これを打った後が、どう頑張っても、SP プラスをどんだけ持っても、58までしか上がらないんですよね、SP が。ってなってくると、リオレーサー種の場合、バックエンブレスが60なんですけど、2足りなくて打てないんですよ。なので、ライダー技で58以下の技を持ってる強ライダー、と両レーサー種を合わせてあげる必要があるので、まあ、できれば水フレデリカに合わせてあげれば、水フレデリカの場合は58以下ってなるとガノスコールが使えるので、まあ、そのあたりでやっていただくといいかなっていう感じですね。はい。まあ、結構代表枠はここでお話をさせていただいたので、まあ、立ち回り軽くお話ししておくと、一応やることに関してはまず敵を眠らせます。敵を眠らせて、その間に、まあ、デバフですね。デバフを完成させて、フレデリカとバネッサ、てかアタッカーに関しては、2バフを寝てる間に焚きます。で、その後に、極まき菱を打って、大技を2発、記憶石とかも含めて焚き込んでいくことによって、極まき菱で素早さが下がるんですよ。能力ちょっと見ていくんですけど、極まき菱が敵の素早さランクを1段階下げます。80% ですね。かなり高い確率で当たるんですけど、これで素早さを下げてあげることによって、次ですね、一回フルアタックをアタッカー2体がやった後に、速さが、もともと、この順番が大事になってまして、シノが動いた後にキリンが動いてアタッカー2体が動くように速さ調整をしてます。で、これを、極まき菱使うことによって、最後逆転するんですよね。ってなると、寝てるキリンを、まず後ろ2体で殴ります。で、その後に、それを抜いて、もう一回2発殴りますっていうムーブが取れますので、4発フルアタックを叩くことが、この極まき菱のおかげで、確定でできるっていう感じですね。今までまあ、起きないお祈りをして殴るとかあったんですけども、確定で4発殴れるっていう立ち回りになってます。で、速さに関してですね、速さに関しては大事なのが、まず、シノが、速さが2220以上かな、必要になってきます。
ていうのがキリンより先に動いてもらわないとダメっていうのと、プラスでフレデリカとバネッサアタッカー2体に関しては実測を完全に測ってるわけじゃないんですけど、速さがだいたい2440以下にしていただいて、2127以上ですね。にできれば、まあ一番いいのかなと思います。ここはまあただこれより誤差は大丈夫な範囲になってくるので、それに関しては実際にやってみて、シノが動いてキリンが動く。で、アタッカー2体が動く。で、その後に巻き菱ですね。使った後に、このアタッカー2体がキリンを抜くっていうのが大事になるので、実際組んでみて速さに自信がない方に関しては、実際巻き菱打ってみて抜くかどうか。アタッカー2体が抜くかどうかと打つ前にちゃんと抜いてないかどうかっていうのをまあやってからやってもらうとまあいいのかなと思います。でここでシノとフレデリカの速さ見ていただきたいんですけど、速さがシノが2359、フレデリカが2440になってて、フレデリカの方が速いんですよ。でさっきお話ししたシノの後にキリンが動いてアタッカー2体ってやるんですけど、フレデリカの方が速いじゃんってなると思うんですけど、これに関してはナルガクルガの特性を使ってます。ナルガクルガの特性が速さプラス 8% になりますので、これでギリギリキリンを抜くのとフレデリカが抜かないっていうギリギリの差になってるんですよね。これであとデバフかければ全員抜き込むって感じになってくるので、まあそれを意識してもらえるといいかなと思います。基本的にはなので、バネッサとフレデリカに関しましては、最初初手キリンより遅ければデバフかければ大体抜けるので、そのあたりを意識してもらえるといいかなって感じですね。で参考までに装飾品で上げてるステータスはこんな感じになってます。で SP プラスなんですけど、 SP プラスに関しては特に今回必要ないです。なので装飾品に関しては特性変異薬使う必要もないので、まあ、そこはかなり難易度は落とせてるのかなと思います。で、シノの装飾品に関しては僕はこんな感じですね。これで全然速さ抜けてるので、まあ、これでまあもし抜けない方、2220にシノで届かない方に関しては装飾品で速さの星5とか持ってあげるといいかなっていうふうに思いまして、アタッカーに関してはもう攻撃寄りですね。ガンガン攻撃寄りで、まあ、持ってる限りの攻撃装飾品をここにつけてあげるとまあいけるのかなと思いますっていう感じですね。はい。じゃちょっと長めにパーティー紹介をさせていただいたんですけど、立ち回りは一応まあライブをやってたやつを切り抜いて持ってきていますので、そちらで解説をしていこうかなと思います。はい。じゃあ実際にやっていくんですけど、まず最初の立ち回りに関しては眠らせてからバフを焚きたいので、1ターン目ですね。ここは通常殴りを3発入れていきます。で、SP プラスに関してはいらないですね。ここでまず殴りを入れまして、で、キリンが動きます。この順番ですね。順番が大事になってまして、まず開幕時の順番に関しては、死のキリン、アタッカー、アタッカーですね。で、順番でやっていただくといいかなと思うので、まず殴りですね。で、キリンが動きまして、まあ、アタッカーに対も通常殴りっていうのが1ターン目の動きになります。ここはまあ、SP を貯めるためっていうのと、まあ、寝てる間にバフを焚いても技を打てるために、技、SP を使わないようにしてるっていう感じですね。で、殴っていただいて2ターン目に入ります。で、ここでまずデバフですね。ナルガクルガに関しては防御デバフをここで当てていきます。これで防御デバフが入りまして、まあ2発攻撃をもらいます。で、こっからここも殴りですね。2ターン目もアタッカーは殴りになります。で、SP 溢れちゃってもったいないじゃんと思われると思うんですけど、これをしないと寝てる間に殴らないといけないっていうフェーズに入ってしまうので、で、こっからですね。こっから睡眠を当てていきます。まあ、70% ですね。抽選に関してはなんで 50%2 回抽選と 70% と 80% なんで、かなり、まあ、確率も高めにやれるのかなって感じですね。この 70% の睡眠を当てまして、で、こっから、バフですね。を2回焚いていきます。だから抽選に関しては、4回ですね。今回運要素は。で、次、4ターン目なんですけど、こちらも、デバフですね。これで3回目の抽選、デバフになります。で、こっからまたバフですね。を2回焚いてあげまして、これで2段階フルマックスの状態ができます。ですね。で、ここでもフルアタックを、もう相手2デバフ入ってて、こっち2バフ入ってるんで、フルアタック決めていくんですけど、まず極巻き菱ですね。85%、80% か、の抽選で、ここで当てていきます。これで速さダウンを狙っていくので、で、これが入りまして、フレデリカですね。ここで記憶石のレイジングリバーを僕は。レイジングリバーが今回僕の場合火力が一番出るので、レイジングリバーで削って12万ですね。で、インフェルノバスターで削っていきます。で、これもいいダメージで6万6000ですね。で、ここで速さ調整をしたことによって、ここですね。これ注目していただきたいんですけど、今フルアタックを全員で勝ち込む時の順番っていうのが、キリンが先に動いてるんですよ。こんな感じですね。
キリンが動いて、アタッカー2体が動いてると、上のアイコン見ていただくと分かると思うんですけど、フルアタックするタイミングですね。これでまだ寝てます。で、フルアタックを2発叩き込むときは、キリンの後に動くっていうのが大事になってまして、これ動いた後ですね、に、さっき極巻き菱で速さを下げてるおかげで起きる前に、また頭に持ってきます。ここですね。これもかなり重要になってまして、ここで極巻き菱で抜いて、また起きる前にアタッカーのターンが回ってくるっていう感じですね。これをすることによって、まあできるんですけど、で、ここ立ち回りちょっと失敗してまして、ここデバフいらないです。殴りでいいです。通常殴りでいいですね。この6ターン目に関しては死ぬは通常殴りの方がいいので、そこだけ気をつけてください。で、2バフ耐えてる状態でまた殴っていくっていう感じですね。で、これでもほとんど削れてます。で、立ち回りミスってなければこれで終わってるんですけど、ちょっとまあ通常殴りのところをデバフで間違えて打っちゃってるので、まあ削れてないよって感じですね。ここからはあともう殴っていくだけなので、で、ここもデバフ狙ってるんですけど、普通に殴っていっていいのかなと思います。で、バフ残ってるんで、こんな感じですね。今の立ち回りしていただくことによって、2バフがここまで継続するんですよ。なので、最後フレアチャクラムで削って終わりって感じになって、まだこの後ろにもバネッサが控えて技が打てるので、まあこれで削れなかったとしても、最後バネッサでとどめはさせるのかなと思います。プラスで8ターンクリアすればミッションコンプなんで、あと1ターン有用はあるので、割とやりやすいかなっていう感じですね。はい。で、これで、ね、極級のミッションである8ターン以内クリアダウンせずに毒を1回以上。毒は1回以上はちょっと、あれですね。他のパーティーちょっとレオネスとかギロスでやっていただかないといけないんですけど、で、これでミッションコンプができます。っていう感じですね。はい。で、あとはクリアだけですね。クリアだけに関しては、見ていただいてわかる通り、終了時点の HP を見ていただきたいんですけど、めちゃめちゃ余裕なんですよ。持ってる、こっちの HP がこんな感じで、かなり余裕ある状態で最後終わってるので、クリアだけはさらにまあめっちゃ余裕かなと。とりあえず勝ちたい方とかも余裕ですし、素早さ調整ちゃんとやれば超級の周回も、運要素がこれ割と少なくて、デバフを2回ですね、50% 2回と睡眠が 70% と 80% の巻き菱の4回でいいので、その後に毒とか爆破とかやるよりかも、まあ運要素も少なくなってるかなと思うので、まあ割とやりやすいんじゃないかなと、僕もこれやって1時間ないぐらいでは、このパーティーでやり始めてできたので、まあ全然できるかなと思いますっていう感じですね。はい。ご視聴ありがとうございました。これからもモンスターハンターライダーズの動画ガンガン上げていきたいなと思っていますので、一緒にモンスターハンターライダーズ楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方はチャンネル登録、高評価ぜひぜひお願いします。バイバイ。